教育については、正しい生活習慣を提示するということと、それから確かな学力、これを習得させるということが極めて重要な話だというふうに思っております。でそのためには家庭、学校、それから地域、それぞれが一緒になって役割分担をして取り組んでいくことが必要だというふうに思っております。まず地域で学校においては早寝早起き、それからしっかり朝ごはんを食べていただいて、それから挨拶の習慣をつけていくと、こんな生活習慣をしっかりしてもらうということが大切だと思います。また学校では、最近は、スポーツ、文化面、大変な成果を上げてきておりますけれども、残念ながら基礎学力が他市に比べて低いということが確かだというふうに思っております。ですから今学校の現場でどういうふうにしたらそれをつけられるか一生懸命検討していただいております。検討した結果が出てきたときにそれに対して予算をしっかりつけていくというのが我々の仕事だというふうに思っております。また学校だけではなかなかできません。地域の皆さん方、地域の教育力というのを、期待するところが大きいわけでございまして、学校支援地域本部というのを今各中学校部で作っております。これをですね、うまく活用して地域の力を、活用することによって学校の学力を上げていく、これが大切なことだろうというふうに思っておりますので、そんな取り組みをしっかりやっていきたいというふうに思っております。以上でございます。